皆さんこんにちは。演歌界のプリンスと称されてきた氷川きよしさん、甘いルックスで世のおばさま方を魅了してきた氷川きよしさんでしたが、近頃ジェンダーレス化していると噂されていますよね。年を重ねるたびに美しくお姉化の進む氷川きよしさんですが、これまでにお付き合いをしてきた人たちが気になるところではないでしょうか。これまで女性との浮き名が立ったこともない氷川きよしさんですが、過去には男性との熱愛が報じられるなど、たびたび注目されているのです。そこで今回は氷川きよしさんの恋愛事情に焦点を当てて見てきましょう。まずは氷川さんのプロフィールから。本名は山田きよし、1977年9月6日生まれで、現在44歳の氷川さんは福岡県福岡市南区で生まれました。福岡市立大楠小学校から福岡市立高宮中学校へと進んだ氷川さんは、福岡第一商業高等学校を卒業後、2000年2月2日箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビューを果たします。ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集めた氷川さんは、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞をはじめとする音楽賞最優秀新人賞を総なめにしたのです。そんな氷川きよしさんの熱愛で有名なのは、やはり俳優松村雄基さんとの関係ではないでしょうか。松村雄基さんといえば、1963年11月7日生まれの現在58歳、44歳の氷川さんとは随分と年の差があるようなのですが、松村雄基さんとのスクープは雑誌フライデーによって報じられました。松村雄基さんといえば、数多くのドラマや映画に出演しており、話題のドラマスクールウォーズにも出演された硬派なイメージの俳優さんです。二人の熱愛が報じられたのは2010年7月のことで、氷川きよしさんと松村雄基さんが一緒に歩いているところがフライデーされています。その際撮られたスクープ写真では、氷川きよしさんの手が松村雄基さんのお尻あたりにあるのがはっきりと見て取れるのです。どうやら氷川きよしさんが松村雄基さんの後ろポケットに手を入れているところみたいですが、一般的に友人同士では絶対にありえないことですよね。記事によると、二人は氷川きよしさんの自宅マンションで頻繁に密会を重ねており、松村雄基さんが泊まることも多かったそうです。そんな二人の出会いに関してですが、俳優の風間トオルさんの誕生日パーティーだったと言われており、氷川きよしさんと松村雄基さんが隣の席に座ったことで意気投合したんだとか。風間トオルさんはお姉が集まる新宿2丁目では有名な方らしいので、その関係の人たちが多く集まっていたのではないでしょうか。ですが、スクープ報道されたことが原因で松村雄基さんの方から別れを告げたと言われています。それに対しては氷川きよしさんは、捨てないでと涙ながらに別れを拒んでいたという目撃情報まであるそうなのです。というのも、騒動の影響の大きさを恐れた松村さんが別れを切り出すと、福岡空港にいた氷川が携帯電話で捨てないでと涙ながらにすがったそうな。その後完全に破局したと見られていた2人でしたが、2014年4月に再び熱愛がスクープされています。2010年の報道では氷川きよしさんの自宅マンションでお泊まり合いをしていた2人ですが、今度は氷川きよしさんの逗子の別荘にて逢瀬を楽しんでいたのだとか。氷川きよしさんの元マネージャーも、氷川さんと松村さんが人目を忍んで会っていたことはたびたび目にしていますと、二人の密会についての目撃談を打ち明けていたほどなのです。報道によれば、一時的に距離を置いていただけで、二人は関係を隠すべく場所を変えて密会を重ねていたとされています。松村雄基さんの所属事務所はこの報道に対して、泊まりはしたものの氷川さんは友人の一人に過ぎませんと、熱愛関係については完全に首を横に振ったと言われています。ただ逗子の別荘で密会を重ねていたことは事実のようですので、二
二人の関係が続いていた可能性は高そうですよね。今現在も氷川きよしさんと松村雄貴さんの関係が続いているのか定かではありませんが、お互い結婚の話も出ていないどころか独身を貫いていますよね。そもそも松村雄貴さんとの熱愛が報道される前に、氷川きよしさんは歌手の平井堅さんとの熱愛疑惑が浮上していたことさえあるのです。2006年に台湾の新聞が2人が仲良く手をつないで歩いていたという目撃情報をスクープしています。一体どうして海外の新聞にお二人がスクープされたのでしょう。その理由は平井堅さんが台湾でも積極的に音楽活動をされており、台湾では有名人だからだとされています。所属事務所は否定されていますが、平井堅さんもまたたびたび男性とのツーショットが目撃されるなど、ゲイ疑惑があることはよく知られていますよね。二人の熱愛に関して報じたのは台湾の新聞ですし、信憑性は高そうです。ただ決定的なツーショット写真などが掲載されておらず、真相については分かっていないのが現状のようです。氷川きよしさんの彼氏について Google で検索をかけてみると、嵐の相葉雅紀さんがヒットしてきます。氷川きよしさんと相葉雅紀さん、お二人には一体どのような噂があるのでしょう。検索欄には氷川きよし彼氏相葉雅紀というワードも出てくるほどなのですが、結論から言うとお二人には交際の事実はないのです。ではどうしてこのような憶測が流れているのかと言いますと、どうやらお二人がよく似ていることから疑惑が持ち上がっただけのようで、何の根拠もないとされています。第一、相葉雅紀さんといえば2021年9月28日に長年お付き合いされた一般人女性との結婚を発表されておりますし、氷川きよしさんとは噂だけに過ぎないというのは明らかでしょう。芸男性から圧倒的にモテる氷川きよしさんですが、それは男性芸能人からも同様で猛アタックをされるほどだったのです。なんと大物芸能人として知られるあの渡里哲也さんからだというのですから、びっくりですよね。でも石原プロの取締役まで務めていた渡里哲也さんから猛アタックがあったとは本当なのでしょうか。氷川きよしさんより36歳も年上ですし、怪しいですよね。でも大物芸能人である渡里哲也さんから言い寄られて困っていたところ、ビートたけしさんが仲裁に入って助けてくれたというエピソードまで残っているといいます。そうは言っても渡里哲也さんはご結婚されて奥様もいらっしゃいますし、信憑性の低い噂なのかもしれませんね。それだけではありません。氷川きよしさんが猛アタックを受けていた芸能人の中には、グルメレポーターとして活躍した彦摩呂さんもいるというのです。芸ゆえに現在も結婚をされておりませんし、そもそも彦摩呂さんは氷川きよしさんのデビュー当時からの友人だともされており、ゲートの噂のあった彦摩呂さんの方から言い寄ったのではないかとささやかれているのです。ゲーバーのママ曰く、風間トールのパーティーであったというのなら氷川きよしくんもお仲間じゃない。元アイドルでグルメレポーターの H もきよしくんを狙っていたそうよ、とのこと。真相は定かではありませんが、彦摩呂さんがよく訪れる新宿2丁目のゲーバーのママが証言していたということもあり、おそらくここで語られた H というのは彦摩呂さんのことであって、信憑性はなかなか高そうです。氷川きよしさんがジェンダーレスで話題になったのは新曲イベントでのこと。2019年、デビュー20周年を迎えた氷川きよしさんは新曲大丈夫最上の先導を披露したのですが、そのパフォーマンスは型破りで、しかもその曲を熱唱後に、新生氷川きよしです、ありがとうございます、本来の自分に戻りました、これまできよしの愛称で長年親しまれてきましたが、新生氷川きよし的な感じでひーですと脱演歌歌手宣言をした氷川きよしさん。その際の衣装というのが、レザーにヒールの高いロングブーツ、そして指にはネイルも施されるなど、いわゆるお姉
そのものだったと言われています。これに対しツイッターでは、うちのおかんライブ行くほど氷川きよし好きだけど、どこまで分かっているんだろう。芸への理解に変なバイアスがかかっていそう。そろそろカミングアウトする気だろうけど、芸が誰でもみんな美しくなりたいわけじゃないしな、など、これが氷川さんのお姉かへのカミングアウトだと捉えるコメントもあふれたのです。ただこれに対して氷川きよしさん自身が、お姉かへのカミングアウトではなくジェンダーレスやジェンダー声を指しており、脱演歌歌手として演歌以外の曲も歌っていきたいと訂正しています。ちなみにジェンダーレスというのは、男女の性差をなくしていこうという考え方のことで、近頃はジェンダーレスファッションなんかでも注目されていますよね。つまり簡単に言うと、男性らしさや女性らしさを取っ払った感じということでしょうか。そういうわけで、男性である氷川きよしさんが女性らしい仕草やファッションなどを取り入れるのも、ジェンダーレスの考えに基づくものだということなのです。ちなみに2019年12月19日発売の雑誌週刊新潮で、ジェンダーレスへのカミングアウトについて語っている氷川きよしさん、皆が求める氷川きよしに徹してきたけど、40歳を過ぎて人としてもっと表現の幅を広げたいと思った。そもそも演歌というのは様式美、つまりこうあるべきという方がある、日本独特の素晴らしい音楽だけれど、その中に収まらない自分の性分というものもあって、でも世間が求める氷川きよしの姿とは違う、あくまで演歌の王道を歩んでほしい、男らしく生きてほしいって言われると自殺したくなっちゃうから辛くて、と皆が求める氷川きよし像とのギャップに悩んできたことが綴られていました。自身のことも私と呼んでおり、メイクや美容に関しても興味があるという氷川さんですが、あれだけのルックスの氷川さんですし、果たしてこれまで女性とお付き合いされたことはないのでしょうか。2014年5月に発売された週刊文春には、氷川きよしさんが元男性マネージャーにセクハラやパワハラなどをしていたことが報じられました。その際の元男性マネージャーの話によると、氷川きよしさんはバイセクシャル、両性愛者だとのことでした。つまり氷川さんは男性のみならず女性とも交際することができ、最近まで女性と交際していたという話まで浮上したのです。報道当時、氷川きよしさんは松村雄基さんとの熱愛が報じられており、つまりそれは同時期に女性とも交際していたということになります。女性と別れた理由に関して元マネージャーは、あの子は仏壇の手入れをしてないからと語っていたそうで、相手の創価学会信者としての信心が足りなかったことが破局につながったと見られているのです。それによると、交際相手の女性は創価学会の関係者だったようで、氷川きよしさんは毎朝10分間必ず仏壇に向かって南無妙法蓮華経と手を合わせるのが日課だったと見られており、創価学会の集会にも参加していたそうな。女性と別れた理由に関してですが、創価学会に対しての価値観の違いからだったとされています。元男性マネージャーの話が事実であるならば、氷川きよしさんがバイセクシャル、両性愛者であることは紛れもない真実ということになるでしょう。これまで松村雄基さんや平井堅さんとの熱愛疑惑が報道されている氷川きよしさんですが、ジェンダーレス化からも噂の信憑性は高いと思われます。また氷川きよしさんはバイセクシャルという噂もありますので、ひょっとすると美しい女性に憧れが強いのかもしれませんね。誰かと一緒に過ごすのは苦手なんですと語っている氷川きよしさん、現在彼女あるいは彼氏に関する噂は出ていません。でも結婚願望はあるとされている氷川きよしさんですし、50歳60歳になったらと未来を見据えてはいるとも言われています。ちなみに
氷川きよしさんの好きなタイプに関してですが、人柄や人間性が大切、誠実で謙虚な人、それから尊敬できる人かなと語っています。恋愛をしないと人は成長しないし、恋愛することによって自分がわかると考えているという氷川きよしさん、これからも素晴らしい歌を歌い続けながら、ジェンダーレスとして幅広くお付き合いをして、人間性を深めていってもらいたいものですよね。氷川きよしさんが男性であれ女性であれ、これからも応援しています。頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございました。